クロダさんのシンバルは何を使ってますかということで、僕はいつも使っているのはこっちはオールドジルジャンのオールドです。こいつに関してはもうね割れてるのをこう補修してもらったんですね。オールドですね。これ僕が買った時は多分28万ぐらいしました。でハイハット上下で20万ぐらいですけど、これはジルジャンのオールドです。 まあなのでいつもセットはこれにしてますねでライドシンバル自体はこっちもライドなんですけど僕トップとライドに使っていてでこっちは普通のコンスタンチノープルですねコンスタンチノープルはね結構当たり外れもあるので叩いて買っていただけるといいと思います。こっちはセイビアのってやつですね これはあの僕の生徒さんがですねレッスン料が払えないからこれでと言うと実物で現物支給でいただいたやつでこれすごく使いやすくて非常に使ってますけどこれも結構当たり外れがありますシンバルっていうのは基本個体差がめちゃくちゃあるんですねなので叩かないとわからないです同じシリーズでも全然外れもいっぱいあるので僕はもうこれがもうずっと10年近く使ってるえ当たりシンバルになってるんですけどジャズの場合は絶対これでやりますで。 メーカーは揃えた方がいいですか揃えない方がいいですかっていうことなんですけど基本揃えなくてもいいですただ買う時にポイントはですね例えばこれとこれが半音で違ってると結構一緒にならすと必ず不況になったりするんですね。なのでえっと僕は名古屋の佐竹さんってところで買ったんですけどシンバルを新しく買いたいっていった話をした時は必ずこのシンバルを買った時にねシンバルを買いたいっていう話をしたらこのシンバルをね5つぐらい用意していただいたんですよ。 でシンバルを持ってこいと言ってで自分の今使っているシンバルを合わせて全部試してこう,こういういうにシンバルって同時に叩くことが多いんで同時に叩いて違和感を感じなくて一番気持ちいいやつを探せと。レガーと単体で 意外とするとどれもいい音が鳴るね、こン,ンチノープルはそれだけで調べるんじゃなくて必ずこっちの全体的な相性を必ず見なさいと言われました。なので、えー、全部できるだけ相性を見て叩いてもらうとすごくいいかなと思います。 僕ポップスの録音たまにすするんですねでポップスの録音の時に僕これ一回使ったことがあるんですけどすごく暗くてなんかシンバルの音が暗すぎてなんかこうサウンドがなんかパリッとしないって言われたんですぐ僕もう1個持ってたパイステのねライドとパイステのトップとパイステのハイハートの上下ね。それで ロック系は叩いてますで B8 はもう結局基本半分効果音なんでなので B8 はポップスの時もこれで使っています。でドラムセットは僕はあの基本カノープス使ってましてこれはここはもうあのちょっとファールサンド使わせていただきます基本カノープスの使ってましてネオヴィンテージの M1 を使ってます。でロックの時もジャズの時も基本同じセットを使ってましてロックの時はバスドラにホールが開いた革をだけ購入したのでこっちだけホールをあいてで ピッチは、ね、多分ねほぼほぼオクターブぐらい下げてで中に詰め物をしてで演奏するとすごいいい感じで,で全体的に、えー、っとここ僕いつも F にするんですけど多分ね4度ぐらい下げたんですね C にして G にしてでここは A にしました。 なのでそれいう感覚で全部調節しますでスティックも、えー、シンバルもポップスの表現をしたい時はポップスのセットでポップスのシンバルでポップスのスティックで,でジャズの時は、えー、ジャズのシンバルで,でスネアは僕はロックハンをジャズ用に使っててポップスの場合は干渉しやすいんで合ハンを使ってます。なので合、えー、ハンの、えー、スネアで,でピッチを下げてバスドラの向こう側のヘッドだけ入れ替えて。 演奏していますなのでえホールとかえちっちゃいライブハウスとかによって変えますかって言われたんですけど僕は音楽ジャンルで変えて、えっと、その音をそのまま増幅するだから大きいように増幅するだから小さい箱だったら小さい箱なりの増幅をするっていうふうに考えているのでそこでこうホールが大きいからシンバルを変えるとかっていうことはしません。音楽のののジジジャャャンンンンルルルルで表表現現ししたたいいい用用シバを使 ドラムセットとスネアを使うっていうイメージですというわけでシンバルのご紹介とドラムセットの使い分けのお話をしてみましたお役に立てたら嬉しいですコメント欄にね質問なんか書いていただけたらできるだけお答えしたいと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました